青森県弘前市新寺町。慶安2年1649年に元寺町にあった15か寺が火災で焼失し、翌年に弘前藩三大藩主津軽信義によって新寺町に再築されました。その目的は寺社を集結させ城下町を信仰の中心とし、領民の統制に役立てるためと考えられています。新寺町寺院街のほぼ中央に位置する定勝寺、手前に徳蔵寺、西福寺、天徳寺、西光寺を従え大寺院の趣があります。定勝寺は二大藩主津軽信平が創立したと伝えられていますが、初代藩主為信の娘富姫が創建したという説もあります。境内には4つ並んだ墓石を見ることができます。1つ目は為信の側室であり信平の聖母であった永元院の墓。そして為信の聖母の墓。3つ目が信平の側室であり三大藩主信義の聖母であった聖厳院の墓です。最後の墓石は初代藩主為信の三女生姫のお墓です。定勝寺では全国でも珍しい様式の一文字の庭も見ることができます。野本道元が作ったとされるこの庭は県指定名勝とされています。庭は領内を縮小した構成になっていて、岩木山や岩木川、津軽平野を模した縮景式庭園で、さらに背後の山々を借景として取り入れています。祀られている木造釈迦涅槃像はお釈迦様が亡くなられた時の姿を表した日本では珍しい横になった仏像です。体内に収められた文書により延宝8年1680年に作られたことが判明し、昭和53年に弘前市指定有形文化財に指定されました。新寺町は弘前城とともに繁栄を遂げた城下町の風情を感じられる場所となっています。